はい、道山です。ここでは家庭教師の価格と相場について解説します。まあ、家庭教師というとなんとなくね、高いイメージを持っている方が多いかなと思うんですけど、実は最近ですね、インターネット家庭教師というのが出てきた影響で、結構家庭教師の相場自体すごく下がっているんですね。じゃあ実際に現時点では、どれぐらいで家庭教師とお願いすることができるのかっていうのを、小学生、中学生、高校生それぞれ分けて紹介したいと思います。まあ、実際に、ね、私自身は、まあ、今ね、メルマガ読者の方が2万人いるんですけど、そういった方にね、日々どの家庭教師業者がいいのかっていうのをね、こうリサーチしてるわけです。で、そうするとね、すごくいい業者がやっぱ見つかるんですけど、皆さんの統計でね、こう調べてるので。そうするとね、その一番いい業者って意外と安いんですね、値段って。それ聞くとですね、じゃあもし今塾うまくいってないから一回家庭教師に変えてみようかなとか、あとはまあちょっとね、とりあえず1ヶ月だけでもやってみようかなとか、そういうようなね、新しい視点が出てくるかなと思うので、よかったらね、こちら参考にしてみてください。じゃあですね、まず、最初に理解してほしいのが家庭教師の種類です。実はですね、3種類あるんですね。で、この一つが指導料だけで利益を得ている業者と書いてあるんですが、まあ業者です。まず家庭教師業者に依頼するっていう方法で、その中でも業者の中でも指導料だけで利益を得ているっていう業者があります。で、もう一つが教材販売で利益を得ている業者、これも業者ですね、家庭教師業者で。最後は個人契約っていう、この3種類なんですね。で、一番最初の指導料だけで利益を得ている業者っていうのは何かというと、家庭教師を契約するとですね、業者によっては例えばこの教材を使って授業を進めてくださいっていう業者があるんですね。で、別にこれがいい悪いって話ではなくて、そういう業者だとどういう仕組みなのかというと、例えば1時間じゃあ、指導料は2000円だと。だけど例えば3年間でじゃあ20万円の教材を使って買ってください、で、この教材を使って授業を進めてくださいっていうような、そういうような流れなんですね。だからこの1時間2000円っていうのはすごく安めに設定されてるんです。で、そこ自体は正直ですね、家庭教師業者としては全く利益を取ってなくて、ほとんどその指導する先生にその2000円は行くわけです。で、じゃあ家庭教師業者って結局会社なのでね、利益を出さないと続けられないですよね。で、その利益どこから出してるかっていうと、この教材を使って利益を出してるんです。3年間で例えば20万とか、まあ、1年で10万とか、そういろいろ業者によって違うんですけど、この部分で利益を出しているっていうのが、この真ん中のね、教材販売で利益を得ている業者ってやつです。で、一方この上の指導料だけで利益を得ているっていう業者は、1時間あたりの、指導料がちょっと高いんです。例えば1時間3000円とかね、ちょっと高いんですが、その3000円のうちの例えば2000円を先生に払う、そして1000円が家庭教師業者の利益みたいな、まあ、そういうような仕組みなんですね。で、そこで利益を取っているので、わざわざ教材を買う必要はないんです。だから、テストのね、自分の学校で使ってるテスト、問題集とかで勉強をしていけるわけです。で、あともう一つが個人契約ですね。まあ、これは個人的にね、直接先生と契約をすると。まあ、値段的にはここが一番安くなるかなと思います。で、この3種類あるわけです。で、どれがいいかっていうと、これはね、人によって違うので、別に僕はね、どこがいいとか、どこが悪いとか、そういう話をするは、僕は特にね、考えはないんですけど、ただ一応僕自身のね、思いとしては、僕はですね、定期テスト対策って学校の問題集を使うのが一番効率がいいと思ってるんですね。なので僕のやり方で行くのであれば、この指導料だけで利益を得ている業者にお願いした方がいいです。そうするとね、学校の問題集を使って勉強できるので、高額の教材買う必要がないんですよね。だから僕はここをおすすめはしています。まあ、ただね、この教材販売で利益を得ている業者が悪いってわけではないです。で、あと、個人契約について、まあ、これはね、また別途無料のマニュアルとかでね、紹介しているので、そちらも読んでいただきたいんですが、まあ、値段は安いんですが、いろいろね、その先生とトラブルが起きた時とか、ちょっとね、めんどくさいこともあるんですね。まあ、なので、値段だけで言ったら確かにここが一番いいんですが、実はね、意外と業者を通した方が楽っていうこともあります。まあ、詳しくはね、また、後ほどね、無料のマニュアルとかも紹介しますので、その辺読んでいただくといいかなと思います。はい。で、じゃあ実際相場ってどうなのかというと、中学生の場合ですね、こちらは現時点、この、今動画を撮影しているこの現時点での僕が一番おすすめしている業者の、価格です。で、中学1年生は 12,800円、2年生は 13,200円、3年生は 14,400円、で、これが毎月4コマ ×60 分の価格になります。
まあ、だから1コマあたりだいたい、まあ、仮にじゃあ1万2000円だとしたら1コマ、資産12だから、まあ、3000円ぐらいかな。資産10、そうですね、3000円ぐらい、まあ、3000から3500円ぐらいっていう風になります。で、先生とかね、その地域とかによって1回あたりに2コマ受けてくださいっていうようなところもあるとか、あとはまあ1コマでいいよっていうとか、いろいろなやり方があるので、あの1ヶ月あたりの料金じゃなくてね、コマ数でちょっと考えてください。毎月4コマで4コマかける60分でこれぐらいの価格っていうことになります。だから仮にですね、もし毎週1回1コマっていうようなやり方でいいよって言ってくれる先生をもしお願いしたとしますね、そうすると週1回60分でまあ大体1万3000円とか1万4000円とかそれぐらいになるよってことです。でまあ2週間に1回、1回120分でもしあるとしたら、まあ同じですね、大体1ヶ月でそれぐらいの価格になるよということです。まあ、あの学習塾がね、今大体相場が、まあこれもね地域によってピンキリですけど、大体2万から3万円ぐらいかなと思うので、まあそれと考えたら意外とね家庭教師はそんな高くないかなっていうのがわかるかなと思います。小学生だとどうなのかというと、まあこれもコマ数は同じです。で大体小学校3年生から6年生だと1万2000円ぐらい、まあ1回あたりはね、3000円ぐらいかなと思います、1時間あたりね。で高校生だと19,200 円なので、まあ、高校3年生ですね。もうちょっと値段が上がりますね。まあ、4,000 いくらとか、まあ、それぐらいになるかなと思います。で、プロ家庭教師だと、まあ、それがね、3万2,000 円とかになってくるんですけど、まあ、僕の経験上ですね、本当に、偏差値70以上の学校、まあ、70以上の、本当にもう東大とか京大とか、そのあたりの高校を狙っていくのであれば、プロ家庭教師確かにおすすめなんですが、まあ、通常のね、まあ中学生がやる、小中学生と、あとは高校生でも、まあ、偏差値70以下の学校ぐらいまでであれば、全然あの、普通のプロ家庭教師じゃなくても十分ですね。っていうのは、プロ家庭教師じゃない先生ってどういう先生が来るかっていうと、これ結局大学生が来るんですね。大学生でもしかも結構一流の大学から先生が派遣してくれるんですね。なので、意外とね、教え方とか上手いんですよ。しかもその先生、頭ももちろんいいですし、全然十分ね、できると思うので、僕はね、そのレベルであればわざわざプロ家庭教師を雇う必要はないかなと思います。はい、ということでこの動画ではね、家庭教師の価格と相場について詳しくお伝えしたんですが、まあ、実際にじゃあね、どうやって家庭教師の先生を活用して成績を上げていったらいいのかって話とか、あとはじゃあ実際にどの業者がいいのか、これはね、さすがに動画では僕もね、ちょっと家庭教師業者と戦いたくないので、こういうのはお話できないので動画ではね、こういったのは全部無料でまとめてマニュアルにしていますので、よかったらね、これ僕のホームページから読むことできるので、この動画の下に僕の URL を貼っておきます。よかったらそちらからね、僕のホームページも一度チェックしていただけるといいかなと思います。あとですね、最後に、私は現在ね、7日間で成績アップ無料メール講座というものを配信しています。この動画のね、右上のURL をクリックして、動画の右上のボタンをね、クリックしていただくと、こちらのね、講座、詳細確認できるんですけど、こちら何かというとですね、僕がですね、現在、年間3000組ぐらいのお父さんお母さんたちの、お父さんお母さんとかね、中学生とその保護者、あとは高校生とその保護者、小学生とその保護者をサポートしています。で、このサポート経験と、あとはね、僕がもともと教員だったので、この教師時代の経験から導き出した短期間で成績を上げるための勉強テクニックとか、あとは勉強量をどうやって増やしていくのかとか、あとは集中力どうやって上げていったらいいのかとか、そういったようなね、お話を7日間に凝縮してですね、解説している講座になります。まあ、メールとね、あと LINE とかでもね、受講できます。で、こちら読んでいただくとね、本当にたくさんの方が今成績上がっていてですね、まあ、そのどれぐらい成績上がったかっていうのも全部僕のブログなどにね、紹介していますので、まあ、もしよかったらね、こちらも参考にして一度講座でね、まあ、全部無料で学べますので、使って短期間で成績上げていただけるといいかなと思います。